皆さんこんにちは、武蔵先生です。ということで、本日はですね、9月の1日火曜日かな、ですね、火曜日になります。あと一人でね、チャンネル登録者数が200人いくっていうね、お話をしたんですけれども、昨日ね、その動画を上げてから今朝までの間に、どなたか一人ね、お一人登録してくださったようで、200人ぴったりにね、なっておりました。どうもありがとうございます。ということで、その前回の動画でお伝えした通り、初めてのね、まあ、今後あるかどうかわからないんですけれども、プレゼント企画というものをちょっとまあ考えました。で、武蔵先生が作りますアロマキャンドル、もし、欲しいって方がね、いらっしゃれば、インスタグラムの方の DM に、まあ、いろいろまあご意見とかご感想とか、あとまあ、ご質問ご要望、まあ、武蔵先生がね、お答えできるものであればね、その動画に反映していきたいなと、思う次第なんですけれども、まあ、何かしらの一言ね、いただければなぁなんて思ってます。まあ、武蔵先生の予想ではね、9割9分9厘誰も欲しがらないというふうにね、自分でね、自分で言うのも何なんですけれども、まあ、そちらの方可能性の方がね、高いなということで、まあ本当にもし万が一ね、ちょうだいっていう方がいたらね、ご連絡待ってます。でね、期間はね、今日9月1日なんで、あんま長い期間取ってね、誰もね、誰一人からも来ないと恥ずかしいんで、ちょっと寂しくなっちゃうんで、とりあえずな、ね、1週間ぐらいにしときましょうかね。9月1日から9月の、まあ、7日ぐらいまでしときましょうか。の間に、ください。一応まあね、チャンネル登録、まあ、してくださっている方限定、まあ登録してくださっている方もくれるかどうかわからないのにもね、登録してない方がね、そんな欲しいなんて言うわけないと思うんですけれどもね。武蔵先生は謙虚ですからね。